この取り締まりは先週千葉県で下校中の児童の列に飲酒運転とみられるトラックが突っ込み児童5人が死傷した事故を受け通学路での事故を減らそうと行われました。今日は県内の交通量の多い通学路など20カ所で午前7時から9時にかけて飲酒運転など交通違反を取り締まりました。今朝は飲酒運転の検挙はありませんでしたが佐賀市鍋島では一方通行を逆側から進入する通行禁止違反で8件を検挙しました。通学通勤時間帯というのは児童が一箇所に集中するような時間でもありますので飲んだら飲んなというのは基本ではありますけれども前日のお酒のアルコールが残っているということも考えられますので朝方ですね運転の前にアルコールチェックなども合わせてお願いしたいと思っております。県警によりますと県内では今年5月末までに飲酒に絡む人身事故が11件発生しているということです。